ろいろ大変でしたけど、なんとか片付きそうですね。いやー、本当に今回は働き詰めだったね。もう一生分働いたんじゃないかな。だからもう一生働かなくていいよね。確かにリンちゃんはすごく頑張ってたけど、一生分には届かないんじゃないかしら。そこは真面目に答えなくていいんだよ。けどマヒ、私とした約束は守ってもらうからね。わかってるだよ、リンリンにはちゃんとサボってもらうから安心してケロ。ちゃんとサボるっておかしい気がしますけど、今回はそれでいいんですかね。案外働くことが癖になってサボれなかったりしてね。それはないですね。はは、信頼されてて嬉しい限りだよ。まったく、働く私を見られるのは今くらいだよ。目を離さないでね。じゃないとすぐにサボりそう。なぜたかが牧場のギルドがここまで。なんか今日同じこと言った気がするけど。牧場ギルドの割にはいろんなことに巻き込まれてくからな。このことを早く半蔵様に知らせねば。ここはひとまず引くしかあるまい。消えた？どういうことなの？あ、逃げられちゃったら対策されちゃうじゃん。早く監査官のところに急がなきゃ。あ、牛たちどうしよう。ここに置いてくわけにはいかねえべ。すまねえ、辛いだろうけど、オラたちについてきてくれっか。ついてきてくれっか。あんがとな。あと少しだけ我慢してくんろ。そしたらゆっくり休ませてやっからな。そんじゃ取られたもん取り返しに行くべさ。あら、向こうから走ってくるのは。あんたら、一体何したんだ。牧場で監査官様がえらい剣幕で怒ってただよ。ティマリマの知り合いだべか。ええ、石切り場で私にとっても優しくしてくれた人よ。おお、そうか、ティマリマが世話になったな。世話なんて、オラはただ罪滅ぼしを。そんなことより、このまま進んだらひどい目に遭うだよ。悪いことは言わねえ、引き返せ。やっぱりあの取り逃がしたやつが報告してるか。そりゃあそうなるよね。どうする、マヒ。言ったべ、オラのわがままに最後まで付き合ってもらうって。そう言うと思った。じゃあ行こうか。いや、まさかこの鎧がこんな形で役に立つとは思わなかったよ。なんでそんなのんきにしていられるんだ。あんな怖い奴らが待ってるっていうのに。オラたちは間違ったことしてねえし、それに何よりみんなが仲間が一緒だからな。オラも誰かと一緒なら頑張れたのかな。なんでもねえ、オラは止めたからな。それでも行くって言うならもう止めねえだ。心配してくれてありがとう。
でも私たちといたらあなたもひどい目に遭うかもしれないから、離れた方がいいわ。ああ気をつけてな。まあこんな感じだよね。随分と余裕だな。余裕もなんも、オラたちは納めてなかったお金を納めに来ただけだべ。はっ、白々しい。お前らが私の牛を強奪したと聞いたぞ。あ、カンサカン様、いたべか。そんならちょうどいい。エリザベスパークの未納分、残りの全額耳を揃えて持ってきただよ。あくまで白を切るつもりか。だがお前らの後ろにいるその牛についてどう申し開きする。言ってて気づかないの？私たちはお金を返す前に牛を取り返したかもしれないけど、あんたも期限を待たずにマッヒーの牛を好き勝手してたって。今だって牧場を好き勝手してるしね。どうせお金を集められないと思って好き勝手したんでしょうけど、オラたちきちんとお金持ってきたのよ。あー金金ね。はいはい、一生懸命かき集めてきたんだね。頑張ったね。だからなんだ、私がひとたび命じればお前らなど一瞬で消してしまえるんだよ。牛も牧場も手放し、おとなしく引き下がるというなら命だけは助けてあげましょう。いかに愚かなあなたでも取るべき選択肢はわかりますよね。わかんねえ。だいたい命だけは助けるってなんだ。オラにとってこの牧場が、仲間が、牛たちが命だべ。牛たちさ取り上げられても、温泉と牧場さ取り上げられても、黙って従ってきたべや。途中くじけかけて不甲斐ねえオラをエリザベスパークのみんなが支えてくれたんだ。これ以上は引き下がらねえ。優しくしてやればつけ上がりよって。半蔵、奴らを私の視界から消せ。肉の一かけらも残すな。承知、かかれ。たかが農民に何ができる。その農民に牛を取られたのはどこの誰なのかしらね。ふん、牛を取り返したのが貴様らの過ちよ。やれ。ぎょい。行かせるか。なあ、もう邪魔しないで。そこはどきなさい。出ないと撃ち抜いちゃいますよ。リモ、シオリ、ここは私たちに任せて。マヒルさんと牛さんを助けてあげてください。ありがとう。待ってて。貴様一人で牛を守ろうというのか。本当に愚かだな。ふっ、くらえ。心配すんな、オラが絶対に守ってやっからな。その威勢いつまで続くか見ものだな。あんたを倒すまでだよ。
揃いも揃って家畜の心配か。家畜を命がけで守ることに何の意味がある。結局は金儲けの手段でしかあるまい。何度も言わせんでね。こいつらはオラの家族だ。家族を守ることに意味なんか必要ねえ。何？何？けど、あんまり無茶しちゃダメよ。リマさん、気をつけて。敵はまだ残ってます。これくらいの数なら、私としおりちゃんで楽勝よ。あ、そうですよね、楽勝です。お前、なめ腐りおって。私は家族だべや。気持ちって通じるもんだね。牛舎でサボるときは気をつけよ。あの程度目くらましにしかならんわ。我らを敵に回した段階でお前たちはしまいだ。自分の愚かさを食いながら息絶えるがいい。遅いわ。これでとどめ。はぁ、くっ、させましょう。お待たせ。遅くなりました。助かった。貴様ら、私の部下はどうした。あそこで伸びてるわ。警備らしい仕事、久しぶりにしました。リンちゃん、もう一頑張りですよ。一番手強そうな人が残っちゃってるからね。うん、ピンチが続くね。大丈夫だ、リンリン。オラたち全員揃ってんだ。怖えもんなんかねえ。ここから反撃だべ。行こう。エリザベスパークの底力、ちゃんと味わうがいいべ。貴様ら程度、何人揃おうと同じこと。あの技、それだったら。おとりにすらなれんとは、とんだ無駄死にだったな、小娘。嘘だべ、リンリン。呼んだ。何？暑かった。一生懸命走ってたら鎧が脱げちゃったよ。おかげであんたには近づけたけどね。話せ。貴様ら、ただの農民じゃなかったのか。オラたち、ただの農民にはちげえね。でも今はみんなが一緒だからね、私たちには勝てないや。何をこしゃくな。さあ来い小娘、今度こそ切り刻んでやる。隙を見せましたね。行くよ、しおりちゃん。貴様ら。おまけだよ、マヒ。今だ。苦しめられた人たちの恨み、思い知るがいいべ。高い金払って雇っていた半蔵がこうもあっさり。ここは一旦引いて、適当な理由でエリザベスパークの罪をでっち上げて。どこに行くのかしら。私らのこと消せなかったね。
まだ奥の手があったりするんでしょうか。でもこの様子だとなさそうですね。乱闘騒ぎがあったというのはここか。助かった。貴様ら王宮騎士にこの場を見られれば、捕らえられるのは貴様ら。監査官という自分の立場を利用し、数々のギルドに詐欺を働いた罪で貴様を逮捕する。どういうことだ。貴様らの目は不思議だか。あれ、あなたどうしてここに。本当に申し訳ねえ。どうしたべ。いきなり土下座なんかして。この者が監査官に脅され、エリザベス・パークの書類を改ざんしたことを自白しに来たんだよ。え？それじゃあ、そもそもエリザベス・パークの未納金は。そんなもんは初めから存在しねえんだ。全てはエリザベス・パークの牛を欲しがった監査官が仕組んだことだったんだべ。監査官に書類を改ざんすれば、オラのギルドの借金を帳消しにしてやるって言われて、オラはそれがこんな大事になっちまって、オラなんと詫びればいいのか。すまねえ、本当にすまねえ。顔を上げてけろ。あんたは自分の大切な場所を守りたかっただけだべ。オラもあんたと同じ立場に置かれたら同じことしたかもしんねえ。それは違え。あんたたちはオラと同じような、そんな卑怯なことはしねえ。オラが弱かったから。オラだって一人だったら弱いべ。実際途中で諦めかけたしな。でもオラには仲間がいてくれたから、だからおかしなことせずに済んだんだべや。確かにあんたは悪事に手を染めちまった。それは償わなきゃなんねえけど、償ったらオラの牧場先てけろ。美味しい牛乳と温泉用意して待ってっからな。アガト、本当にアガト。ギャー、何をいい感じになっているのですか。そんなことより半蔵、半蔵、この状況なんとかなさい。あれ、いつの間にかあいつら消えてる。あいつら、我々が来た時にはあなた方しかいませんでしたが。え、見捨てられちまったんだな、かわいそうに。いろいろ大変だけど、みんなと一緒なのは楽しいな。仲間って本当にいいもんだ。ひとぼけをしおしおに取られちまっただ。ならオラ
真っ向から戦うだけだべ。エリザベス・パークの本気思い知るがいいべや。あげてこい。腹立ったカネネ君は花びらたちをもうそれ面倒いたい。いつの間に勝ったの？なんとか倒せましたね。油断ならないやつだったね。後ろにいた監査官は何がしたかったのかわからないけど、最後まで後ろでコソコソしてるの、人の上に立つ者としてどうなのかしらね。先頭に立つ度胸がねえなら最初から悪いことなんてするもんでねえよな。あ、まだなんかするつもりみたいだべ。はあ、諦め悪いね。余計に面倒くさくなる前に片付けちゃおうか。気がします。半蔵が何かしたのかな。気をつけて進んでいこうか。のどかな牧場が台無しよ。許せないわね。半蔵たちを倒していつもの牧場を取り戻すべ。楽しみです。行きますよ。なんだかすごい圧を感じるわね。さっきまでのは本気じゃなかったってことですか。はあ、嫌になっちゃうね。けど相手が強いからって諦める
エリザベス・パークじゃないんだよね。リンリンに言いてえこと先に言われちまったべ。でもその通りだ。あんたを倒してオラたちの牧場を取り戻すだよ。払った金の分は。いつまでも。ナンバーアバロン。そこです。いつまで持つか。ナンバーアバロン。今日準備完了よ。聖なる盾よ。食らいます。カット切りましょう。ナンバーアバロン。もう一人の私ミラーミラー。サンライズプロテクション。それ。よっ。超全力全開。プリンセスストライク。カット。ナンバーアバロン。楽しもうか。聖なる盾よ。もう一人の私ミラーミラー。サンライズプロテクション。聞き取れた。ナンバーアバロン。やっ。聞き取れた。超全力全開。プリンセスストライク。死ねえ。聖なる盾よ。ナンバーアバロン。いつまでも。もう一人の私ミラーミラー。サンライズプロテクション。スマッシュ。あなたに力を。いつまで持つか。恐怖の軌道が。ナンバーアバロン。もう一人の私ミラーミラー。サンライズプロテクション。はっ。カット切ります。聖なる盾よ。超全力展開。プリンセスストライク。花びらたち。いつまで持つか。みんなに。私を見られるのは今くらいだよ。目を離さないでね。じゃないとすぐにサボりそう。連れてきたかったんだけど、マヒルさんたち忙しそうだったからね。オラたちへの取り調べはお咎めなし。
ってことですぐにケリがついたけんど、あの元監査官の被害に遭ったギルド周りのあれこれがな。マヒルさんとあいつが被害者たちをあちこち探し回ったんでしょ。夜逃げ当然でいなくなっちまった人もいたから、見つけた時は借金取りと間違われたりして大変だったべ。一人一人にギルド続けられっからって説明して回ってな。でもギルド復活させたらさせたで、土地やら設備やらが割れてて、整備にお金がかかって結局立ち行かねえってんで、また大変で、牧場温泉の利益をそういうギルドに回すことにしたと。それだけじゃねえだ。結局村の人たちの寄付もありがてえことにそっちに使わせてもらったからな。私が言うのもなんだけど、マヒルさんって本当にお人よしよね。そうだべか。だども今回のことでオラはいろんな人に助けてもらったかな。恩は返していくもんだべ。今回の騒動は農業ギルド同士のつながりが薄かったってのもあっから、これを機にみんなで助け合っていこうってことになってな。温泉はもともと降って湧いたようなもんだし、こういう使い方の方がいいはずだべ。エリザベスパークの内情聞いちゃったから、サレンディアへの寄付は遠慮しようと思ってたけど、そこまでお人よしなら遠慮は必要ないかしら。当たり前だべ。サレンさんがいらねえって言っても送り続けっかんな。楽しみにしててけろ。ええ、楽しみにしてるわ。それに元監査官がしたことでいいこともあったんだべよ。エリザベスパークの製品を貴族様方に送ってたみたいでな。賄賂のつもりだったんだべが、味の虜になった貴族様方がお得意さんになってくれたんだ。だから前よりもだいぶ余裕を持って経営できるようになったべ。マヒルちゃん、新しい牛さんが来たわよ。おう、マヒルちゃん、とっておきの乳牛連れてきてやったぜ。おお、あんがとな。ティモリも案内してやってけろ。わかったわ、こっちについてきてちょうだい。マヒルさん、うちで採れた果物持ってきましたよ。おお、これまたツヤのあるいいリンゴだべや。ティマリマがきっと喜ぶべ。マヒルさん、これは温泉に来てくれた人へのお土産ですからね。わかってるだよ。後できちんと買うから許してけろ。荷物こちらまで運んでもらっていいですか。はいよ。こんな感じでいろいろつながりもできたからな。一時はどうなることかと思ったけんど、乗り越えちまったらあとは前に進むだけだべ。エリザベスパークのみんなにはしばらく忙しくしてもらわなきゃなんねえけど、最後までわがままに付き合ってもらうって言ったからな。リンリンにはきちんとサボってもらえるように用意してるんだけど、もうちょっとだけ内緒にさせてもらうべや。マヒ、今の言葉聞こえちゃったよ。け、リンリン、まあこうなったら意地でもサボらせてもらうからね。
を稼ぐのって大変だね。いつも頑張ってるマヒーに感謝だよ。ありがたみを知った上で、それでも私はサボりたい。任された仕事はきちんとやるよ。どうしてネズミたちは必要に牧場のチーズを狙うのか。広い牧場でのびのび過ごし、好きなだけおいしい牧草を食べて、マヒーの愛情を一身に受けた牛のお乳が原材料という点は十分に納得できる理由ではあるが、他にも何かある気がする。チーズの観察日記をつけて、ネズミたちがチーズに夢中になっている理由を解き明かしてみようと思う。そうすればもっとうまくネズミを追い払えるかもしれない。すべては私が楽をするために。比較的新しいチーズを観察してみた。時間が経過するにつれ、匂いが少しずつ強くなっていった。これが熟成していくということなんだろう。ネズミたちも熟成が進んだチーズを狙う傾向があった。その傾向を利用して効率的にネズミの撃退に成功する。この観察は役立つみたい。このまま続けてもっと楽をしよう。チーズの熟成が進みすぎたせいか、カビが生えちゃった。マヒーに怒られると思ったけど、ブルーチーズっていうものがあるらしい。私は悪くない。これは正しい熟成。恐る恐る匂いを嗅いでみると癖になる匂いがした。ネズミたちもカビの生えたチーズを必要に狙ってきた。一直線に向かうネズミを撃退するのは簡単だった。この子は誰にも渡さないよ。私のものだ。チーズがカビにまみれてすごい見た目になってる。以前の私ならこんなものゴミ箱にポイしてたはずだ。でもなんでだろう。今はとても魅力的に見えるし、鼻をつく匂いは食欲をそそる。でもこれはお客さんへのお土産なんだから我慢しなきゃ。食べちゃダメだ。そう言い聞かせてみるものの、私の手はチーズに伸びていき、チーズ観察日記はこれで最後にしようと思う。マヒーが作るチーズの魔力はすごかった。ネズミが寄ってくるのもわかる。この観察はネズミの撃退に役立たない。むしろこのままじゃ私がチーズの魅力の虜になってしまう。私はどんぐりとくるみの方が好き。そういうことにしよう。でないとあるだけのチーズを全部。ネズミたちは必要に牧場の、
ネズミのことなんか知りたくないよ。はぁ、めんどくさい。これだけ頑張ってるんだから、最後は報われないとやってられないよ。リマリマはいっつもひたむきに頑張ってくれてありがてえな。みんなにはもっとリマリマのいいところに気づいてほしいもんだべさ。牛と間違えられるようなことがなくなるといいな。リマリマが優しいってのは伝わる人には伝わるもんだべ。人は見た目で判断しちゃいけねえって言うけど、見た目で判断するのはいっつも大人だべ。行商に行っていろんな人たちと話して、そんでなんかできそうなことが思い浮かんだらやることにすっぺ。みんな温泉喜んでくれてよかったな。やたらに派手だけんど、そこも含めて楽しんでくれてるみたいだべ。オラたちにとって牧場の景色はなんてことねえもんだけど、町の人たちにとっては珍しいんだろうな。牛たちもいればもっと楽しんでもらえたんだろうな。かっこいいなあ。あの鎧を着て牧場の警備をしてくれるリンリン。うわ、想像がつかねえな。残念ながら。確かに綺麗に越したことはねえな。でもあのリンリンが見られなくなるのは惜しいな。鎧を着てるときはサボっていいって言えば着てくれっかな。見捨てられた監査官、少し哀れだったべ。それにしても半蔵って人はどこに消えたんだべ。同情する必要なんかねえはずなんだけどな。因果応報だべな。きちんと罪を償ってほしいべや。これ以上辛い目に遭う人は出てほしくねえべ。看板だけど、お客さんには好評みたいだから不思議だね。
送ってくれたカルミナのプロデューサーには感謝しないと。あの看板で？やだよ、私そこまで子供じゃない。うって、ああ、もう分かったよ、付き合ってあげるから。意外と楽しいかも。リマって本当にいいやつだよね。あそこまでのお人よし、そうそういないと思うよ。みんなそのことに気づいてくれたらいいのにな。話すまでが大変なんだけど、まああんたの言う通りだね。リマと話してもまだリマを魔物扱いするようなやつは私が叱りつけてやる。バラじゃないけどね。マッヒーの服、確かに大人な要素があるのに、それを補って余りあるマッヒーの健全感、恐ろしい才能だよ。不服みたいだけど似合ってるんだから、おとなしく受け入れればいいのにね。人には向き不向きがあるんだしさ。何じゃ、そんなにジロジロ見ないでよ。いいよ、言いたいことは分かってるって。似合ってないって言いたいんでしょ。この鎧を着るのはこれで最後にしたいけどね。こういうのは傷に済むのが一番なんだから。別にサボりたいわけじゃないよ。本当だよ。消えたんだろう。あいつも捕まえないと終わった気がしないよ。そんな足がつく真似はしないでしょ。きっともう遠くに逃げてるよ。ほんとあいつらの姿は二度と見たくないな。監査官が連れてる半蔵って何者なのかしら。
私が言うのもなんだけど、なんだか変わった格好をしてるわよね。男の子ってそういうの好きよね。けど闇に生きるっていうなら、昼間にあの格好はどうなのかしら。逆に目立つわよね。威嚇？威嚇なのかしら。プロデューサーさんが送ってくれた縦看板、すごいインパクトよね。お客さん誰もあれについて触れてないけど、あの縦看板で遊んでる子供たち可愛かったわね。私も一緒に遊びたいわ。また牛と間違われちゃいそうだけど。いつも牧場の警備をしてくれてるおかげか、いざという時のしおりちゃんって頼もしいわよね。弓を引く姿がかっこいいわよね。私もあんな風に戦ってみたいわ。まあ弓は扱えないんだけどね。その分しおりちゃんが苦手な接近戦は私が補うことにするわ。突発的に湧いた温泉がこんな形で役に立つなんてね。最初にあんな派手な浴場を見たときは反応に困ったけど、それも込みでみんな楽しんでくれてるみたいね。それはそれで楽しそうだけど、私が木を切って、まひるちゃんが牛たちの世話をして、しおりちゃんが警備をして、りんちゃんがサボる？そんな牧場が一番よ。まひるちゃんが行商に行ってた村の人たちやサレンディアの子供たちがお金を寄付してくれたのよね。本当にありがたいわ。私たちに何ができるかはわからないけど、できるお礼は何でもしたいわね。まひるちゃんだけじゃなくて、私も行商に行ければもっといろんな人たちに牧場の製品を届けられるかしら。いろんな人に慕われてるまひるちゃんを見ても不思議と全然驚かないのよね。まひるちゃんなら当然っていうか、
のかわからなくて。けど人のためにいろいろなことを当たり前にできるっていうのは確かに大人の魅力ね。半蔵さんはどこに消えちゃったのかしら。悪いことしてたんだからきちんと捕まってほしいけど、全然足取りつかめてないらしいのよね。そうだったんでしょうね。監査官に同情はしないけど、そういう関係って寂しいわよね。お金以外にも大切なものはあるのに。で頼りになりますよね。いつも助けられてばかりだから恩返しがしたいですけど、さすがにリマさんをおぶったりするのは難しそう。可愛らしいアクセサリーとか喜んでくれそうですね。リンゴ型のペンダントなんてどうでしょう。今度作って送ってみようと思います。あんな形で湧いた温泉が役に立つなんて思いもしませんでした。こんなことがなければ持て余し続けていたんでしょうけど、みんなに喜んでもらえるものになって本当に良かったです。あの派手な見た目も娯楽施設としてはちょうどいいんですかね。私にはよくわかりませんが、子供たちは笑っていたから正解なんだと思います。笑うのは正解なんでしょうか。
まあ、リンちゃんが無事でいることが一番ですけどね。半蔵さんたちはどこに消えたんでしょう。ニャットちゃんと痕跡をたどったんですけど、全然追えなかったんですよね。そうですよね。悪いことをした報いは必ずあるはずです。もし見かけることがあったら、今度こそ捕まえます。その時は、あなたも協力してくださいね。